書いてみました。拡張置換で書いてくださってすげえ嬉しいんですけど。これ、これ視聴者さん。そうそう、視聴者の方さ、これ何件かわかるかな。というわけで、喋るテーマについてちょっと発表お願いできますか？FC 岐阜についてお話ししたいです。はい、FC 岐阜でございます。というわけで今日はね、初めてのサッカー界でございます。お願いします。はい。というわけでね、今回、もう書いていただく字が昇格っていうことで、今 FC 岐阜は、J リーグの中でもカテゴリーがまず3つありまして、J1 っていう土曜日とか日曜日に NHK でお昼時間帯にやってる、そこの下にあるのが J2 で、その下の J3 が岐阜がいるところなんですけど、はい、2年前か3年前に降格しまして、そうね、2019年ですね。そうですね、はい、ハイライトとかも見たんですけど、全部チャンス来たところで取りきれなかったりとか、失点もめちゃめちゃ多かったり、マイナス45点でしたよね、得失点差が。本当にやばかったですね。そうそう、リキさんが事前に今降格してるので、その特に成績が落ちたらへんから特にチェックしといてくれっていうことで、2008年頃だったっけな、その辺に J3 っていうかもっともっと下の方から入っていって、そうですね、結構序盤の方はJ2 の中でも割と上に行くような、そうそうそう、めっちゃ頑張ってると思ったけどどん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 落ちていって、おお大丈夫かと思ってね。その地方チームのその経営もめちゃくちゃ大変っていう、なんかそういうのもまあいろいろちょっと調べて、はい、かなりシビアな世界だなって思ったんですけど、そもそもリクさんはそのもともと岐阜県出身だからちっちゃい時から応援してた感じなんです？そうですね、僕はまあなんかそのファンになったって言えるところっていくつかポイントあるんですけど、本当に若い時で言うなら、まあ、小学校2年生とか3年生ぐらいの時、6時半ぐらいに、まあ、晩ご飯が食べられる家庭で、6時から6時半って、まあ、暇なんですよね。フリータイムだね。まあ、当時野球やってたから、パリーグの千葉ロッテの中継を結構見てたんですけど、千葉の試合だけ、なんか、6時15分から試合自体が始まるんですよね。で、そこの15分埋め合わせる方法をテレビで探してたところ、たまたま地元の岐阜ちゃんっていう、まあ、放送局、つけた時に応援番組がやってて、でしかもそれ15分だからちょうどいいよなっていう、そこが根本ですかね。一番初めて見たんですね。はい、そこから多少気にするようにはなっていって、中学校1年生の時なんですけど、たまたまチケットが当たったとかいう、それで最初に見に行ったんですけど、正直あんまり印象に残ってなくて。それなのになんで今そんなに好きなの？これはまあ今のご時世が関係しているっていうのあるんですけど、毎年毎年受験の時以外は横浜とか野球見に行ってたんですけど、なかなかその試合を見に行くことも難しくなってしまったんですけど、その中でまあ駅でたまたまチラシを見つけたのが岐阜市民無料の日っていうイベントですね。あ、駅でたまたま見つけたの、チラシを。そうですね、なんか やってること自体は知ってたんですけど、あ、もうじゃあ本当スポーツに飢えてて、でたまたまそのタイミングで出会ったんだよね。だから久々にね。そうですね、本当に行き着いたのが地元のチームだったって感じです。なるほどね。だからあれか、コロナになってからってことだから、ほんとこの 2,3 年で結構ガチで応援する感じなんですよね。そうですね、はい。長良川競技場っていうところでまあやってるんですけど、走れば40分で行けるし、陸上の練習にもなるんですよね。ああ、そうね、陸上好きだもんね。その長良川競技場のまあ周回コースで駅伝をやるっていう形だったんで、その初めて見に行った日もそれで見に行って、これ今自分が着てる T シャツとまあもう1枚あるんですけど、そのもう1枚と手拭いをもらいました。結構野球とかも日によってはユニフォーム配ってたりするけどね。ユニフォームくれる日とかあります。岐阜市民無料の日のやつがあれですか、ホームタウンデーの話ですか？そうですね、はい、そこに。なるほどね。行くときは何が一番楽しみ？行くときはもう全部スタメン出てるんで、あとは途中交代の選手が何かを起こしてくれるのかとか。ああ、熱いですね。はい、あとシンプルに勝てるかっていうところです。本当。ああ、でもそうね。多分 FC 岐阜がさ、一番あれじゃないですか、 J3 だったら勝ちに一番こだわってんじゃないですか、今季は特に。そうですよね、本当に。私あれも見たんですよ、1月21日の新体制新加入選手、記者発表と、あと FC 岐阜祭りの、ログやばかったっす。ありがとうございます。だってさ、元代表の選手おりすぎやろみたいなところから始まってさ。そうなんですよね。これって普通なんですか、その J3 でこんなにいっぱい強い選手来るのって。ちょっと表現汚いかもしれないけど、環境破壊です。今年のスローガン全員が進化だっけ、はい、社長さんもそうだし、なんかその監督さんとかもなんかコメントとか、コロナのサッカーを通してこうどんな価値提供ができるかとか、エンタメ業界の今の状況とか、はい、サッカーとかスポーツを通して FC 岐阜が皆さんに社会にできることみたいなテンションで喋ってて、すげえなと思って。やっぱりそこの地域に対しての還元っていうのがホームタウンデーとかのイベントになってくると思うんですよね。で実際にまあ例え隣の県にある名古屋グランパスを例え出そうと思うんですけど、名古屋のホームタウンっていうとトヨタ自動車の本社があるような豊田市とか、練習場がある日進とか三好とか、まあ、あと本拠地もう一個ある名古屋とか、はい、本当に愛知県のまあ一部地域って感じなんですけど、はい、岐阜は42市町村全部がホームタウンっていう風になってて、ああそういうニュアンスなんだ。チラシもちょっと先日送らせてもらったんですけど、ああいう地元の有名なお店が出たりとか、有名なものもらえるとか、はい、そういうのが毎試合のようにあって、そこに42市町村全部にホームタウン大使っていう形で選手は1人かなつくっていう形になって、すごいねそれ。はい。あ、もうだからなんて言うんだろう、大きいチームとかになるとその都市にやっぱり集中しますもんね、 PR 活動とかが。けど岐阜の場合はあれ私さ、柏木選手の背番号のおかげで岐阜県が視聴総数が42個あるっての覚えたんですけどそうだから全部で勝とうみたいな、県民みんなでみたいなね。そうなんですよね。その精神めちゃくちゃ熱いですよね、サポーターとしては特に。そうですね。柏木選手は結構先陣を切ってやってくださってるっていうのがあって、一番びっくりしたのが、はい、はい、高校で陸上やってたんですけど、その部活の時に学校の外で練習することがあって、地域に芝生の公園があるんですけど、うん、うん、柏木選手のインスタを見たら、うん、柏木選手はそこで練習してたっていう。本人が載っけてて、そんな近くに行ってちょっとびっくりしました。それってもうほぼ同じ日に？いや、1週間ぐらいしてからなんですけど。あ、そうなんだそうなんだ。でもあれなんだね、そんなところまで足を伸ばしてるんだね。そんだけなんか距離感がすごく、それを見て近く感じました。いや、そうですね。だから本当結構なんていうの、はい、身近に感じれますね、選手の存在を。そうですね、はい。びっくりした。これ公式なんかと思ったら、なんかすげえ手作り感もあるなと思って。一応、サイトに載ってる選手の登録ポジション通りに一応分けたつもりです。すげえ。りくさん的には推しは誰なんですか？推し、フォーメーションの図のところに、推しついてる選手が一人いらっしゃると思うんですけど。はいはいはい。この選手？はい、この富樫選手なんですけど、はいはいはい。その初めて見に行った時に、目の前でゴールを決めた選手なんですよね。それはちょっと思い入れが深いですね。そうなんですよ。このゴールってなんか自分でどういう風に点が入ったかっていうのを口でちゃんと説明できるようなゴールなんですよね。と記憶にある中では一番最初に見れたゴールなんで、この人しかいないかなって感じで、ちょっと迷ったんですけど買いました。なんかFC 岐阜祭りの時は昨年末怪我したみたいな風で、はい、健康の健っていう字を今年の目標の字に挙げてましたけど。キャンプの写真とか見てる感じだと軽く練習はしてるみたいなんで。そうなんだ。ちょっと小技陣のメンバーがすごいことになってるんですけど、たまにやってくれると嬉しいです、開幕に。ああ、なるほどね。富樫選手はスタメンかどうかはまだわかんないんです？そうですね。去年とか見に行った試合の時は途中出場で、スタメンでもちろん見たいところがあるんですけど、はい、本当に延期の時にガラッと点取ってくれたら嬉しいなっていうのは思ってます。ああ、なるほどね。それこそ今日動画の冒頭で言ってた選手交代の時とかが結構熱いですね。そうなんですよね。なんかやってくれるんじゃないかっていうのは、結構期待は大きいです。なんだっけ、コロナでさ、同じ選手がずっといないようにみたいな、結構チェンジ認められてるんじゃなかったですっけ？そうですね。3人なんですけど、今5人。そう。11人中の5人が変われるって結構なことじゃないですか。結構ですよ。そう。それめちゃくちゃ変わるやろうと思って、やばーと思ってるんですけど。しかも去年の監督さんは5個の枠いっぱいいっぱい全部使っちゃうような監督だったんで、実際に流れも変えてくれてるので、見てて面白いです。ああ、それは熱いね、確かに。会見の時に三浦さんもなんか結構勝ち気なこと言ってんなと思ったけど、すげえいいなって思ったのがさ、目標としてJ3 だから昇格しなきゃいけないっていうのは明確にあるけど、勝ち負けを抜きにすると負けても人が来るようなチームを目指さなきゃいけないって言ってたんですよ。ああ、そうっすよね、言ってましたね。めっちゃかっこいいなと思って、要は、負けてもかっこいいみたいな、それでも魅力が残るチームを目指すっていうのは、かなり芯食ってるなと思って。でも、そういう風になってる部分も、まあ、自分が実際そうなんで。あ、はいはい、そうっすよね、そうっすよね。だって、りくさんなんかさ、本当、降格したっていうか、その、一番、言っちゃ悪いけど、調子が悪いところ、からでもそのずっと応援したいって思えるチームってやばいですよね。はい、もう地元岐阜県何かしらご縁があるのはちょっとありがたいことだし、うん、地域密着っていうのは前本で読んだんですけど結構難しいっていうのは知ってて、でもその中でも挑戦して実際今年ユニフォームの売り上げとかスポンサーの数とかも過去最多らしいんで、そうやってファンの心を掴んでっていうのは本当にうまく興味持たせてもらってるみたいな感じで本当すごい。してます。いや、でもそれも含めて多分サッカーなんでしょうね、はい、そのエンタメとしての。まあそうね、悪く言ったらその踊らされてるっていうのかもしれないけど、でもそうなるぐらい、はい、その人の心をさ、はい、打つような PR をしていかないと絶対人なんて集まってこないと思うから、それを地方でやってるのってめちゃくちゃすごいと思いますよ、私も。そうですよね、やっぱり僕もあんまりこういうイベントのことにここまで本気でやってくれてるチームっていうのはないと思いますし、コロナ禍でなかなか入れる人数も半分とか制限がかかっちゃう中で集めれるだけ集めれるっていうのは本当すごいと思ってます。いや本当に今年もうこの勢いで本当に J2 までで昇格。ここまでなんか私も知ったらさ、すげえ応援したいなって思うから、めちゃくちゃ気になりますね、この先の活動がね。そうですね、僕も進学とともにちょっと岐阜を離れるんですけど、そうなんだ、ダゾーンっていう、値上げするっていう話題の、入って、まあ、試合を見るのがすごく楽しみです。楽しみですね。開幕いつですっけ、3月の。ホームの開幕は19。あ、19か。です。会場にもできたら行きたいんです。19は、行くつもりで。え、めっちゃ嬉しいじゃん。え、開幕戦から行くんすか？まあそうですね。ユニフォームも買っちゃってるんで。うわー、やば。最高じゃないですか。ちょっとめちゃくちゃいいですね。久々だしね。絶対楽しいです。私今ね、愛知県に住んでるんですけど。そうなんですか？まあそんなめちゃくちゃ近いわけではないけどさ、親近感はあるわけよ。岐阜は近いからさ。はい。え、来ます？いや、行けるもんなら行きたい、本当に。ちょっと予定がね、あれかもしんないけど。だって、年末まで本当やってるでしょ、サッカーなんて。3月に始まって、今年の最後は、でも、ワールドカップ今年あるんで、ちょっと終わるの早いんですよね。はい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 、そっかそっかそっか。いや、そうそう、考えててさ、ゲストに教えてもらったものでハマることって結構あるので、サッカー見たことないんですよ、はい、正直、試合ね、ガチのやつ。いや、見に行けるもんなら行きたいなと思うんで、もうちょっとよかったら。行きたいですね。全然こちらこそお願いします。お願いします。この動画とは全然別なところになるかもしれませんが。最後に、はい、昇格って2文字続けて書いてもらうので。はい、OK です。はい、お願いします。え、めっちゃ上手じゃないですか？どうですか自分で比べてみて。結構進化しましたね、これ。ねえ、かっこいいかっこいい。あれだってスローガンの全員が進化だって。2文字だけですけど、進化したみたい。いや、2文字でもサポーターも進化していくっていう感じですから、最高っすよ。今日は FC 岐阜について喋ってみて。そうですね。実際に自分で声出して何か語るっていうこと自体は、周りに岐阜好きな人もいないんで、初めてやったけど楽しかったですし。あ、よかったよかった。これは次回もお願いしたいなって思います。ああ、嬉しいですね。だってもうあれですもんね。まあ、もうある程度やり方分かったし、慣れたもんね。そうですね。はい、あ、そう、さっきちょっとちらっと言ったけど、はい、もし試合とか一緒に行けたら最高だなと思うんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。というわけで、今日は、りくさんと FC 岐阜についてお話聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来てください。バイバイ。